こんにちは、大チャンネルです。今回はバイクでキャンプをする時の荷物の積載方法を解説します。バイクにキャンプ道具を積むのって面倒くさいですよね。バックパックに詰め込む時、うまく入らずに何度も入れ直したりしてませんか？私はそれが嫌で、ちょっと硬直な方法でギアを積んでいます。今回はタープ箱の道具をバックパックを使わずにバイクに積む方法を解説します。それではですね、道具を紹介していきます。まずタープテントを設営するのに DD タープ 4×4m、 そしてカリンコタープ 3×3m、そしてグランドシートですね。で、これが蚊帳。蚊帳はそろそろ時期的には必要ないのですが、マットで寝るときには雨水の侵入を防ぐことができるので、グランドシートの代わりに使っています。そしてポール、これを選んだ理由は縮めたときに短くなるのでバイクへの積載に向いているためです。そしてマット、次にロープ。タープテント設営用に4本、梱包用に1本、バイク固定用に1本、それと予備に2本くらいあると安心です。で、次がこれは椅子ですね。はい、と寝袋。次に調理器具はこのカセットコンロ。バイクに積むにはちょっとがさばりますが、焚き火は火の始末やら焚き火セットのメンテナンスが面倒なので、これで楽をしてます。次にまな板と畳めるクーラーボックス、買い出しに行くときに使えます。バイクに荷物を積むときは極力箱を使わないようにしています。どうしても無駄な空間ができてしまうためです。今回唯一の箱がこちら、ペグを入れるための箱です。さすがに袋にペグを入れると破けてしまうので仕方なく使っています。隙間には必要最小限の小物を入れて、できるだけ無駄な空間を作らないようにしています。次にクッカーですが、こちらのメスティン3合を炊けます。ずっと半合を使っていたのですが、ガサバるのでバイク用に購入しました。まだシーズニングはしていません。メスティンの中にはシェラカップと食事用の小物、メスティンの蓋をフライパンにする持ち手が入っています。次にこの木材は何かというと、テーブルの足になります。こちらの小物が入った箱にテーブルの端を乗せて、反対側をこの木材に乗せます。このテーブルはバイクの荷台に乗せる課題になります。裏返すとこのような形になっています。普段トップボックスをつけているので、キャリアにこのような突起があります。それをかわすためにこのような形にしています。この赤い点線が積載幅の限界で、それよりも少し小さく作ってあります。ちなみにバイクの積載制限は次の通りです。最後に小物類ですが、刃物はナタ、ノコギリ、ナイフ、調理用として使えます。ナタは焚き火をしないので薪を割る必要はないのですが、枝でペグを作るときにナイフよりも楽なので持っています。同じ理由でノコギリも一応持っています。あとはマッチ、念のために持っています。
それから S 字フック、これも何かと役に立ちます。それと調味料、今は中身は入っていません。蚊取り線香、ゴミ袋、手袋、ランプ類、これは太陽光で充電できるタイプでスマホの充電もできます。もう一つ、ソーラー充電のライトですが、調子が悪いのでこれはやめます。代わりにこちらのヘッドライトを追加します。そしてペグとハンマーですが、枝が拾えないこともあるので一応持っています。それでは梱包していきます。まず細かいものをまとめます。はい、それではですね、パッキングをしていきます。でまずテーブルをですね、このように置きます。そしてですね、荷物をまとめるのに使うロープとバイクに荷物を縛るためのロープ、これをですね別にしておきます。はい、そして使うものがですね、このグランドシート、グランドシートをですね、まずはこの上に広げていきます。はい、こんな感じでですね、ここにテーブルがあってですね、グランドシートの中心がテーブルの中心になるようにして引いてあります。そしてこの上に荷物を積んでいくんですけども、硬いものからなるべく平らになるように積んでいきます。そしたら次にですね、今度は今残っているのこのあとポールだけなんですけども、ポールは最後の最後に積みます。でシートをですね、まずこのようにかぶせていきます。はい、それで次にロープを用意します。でこのロープは一旦ですね、この台と荷物を固定します。それではロープを使ってパッキングを完成させます。まずバタフライノットを作ります。バタフライノットはまず手に3回巻きつけます。次に一番左側にあるロープを右側に持ってきます。さらに左側にあるロープを右側に持ってきて、それを手に巻きつけてあったロープの輪の中に引き込みます。そして縦に引っ張って左右に引っ張ります。完成です。次にバタフライノットのループに先端を通し、トラッカーズヒッチを作ります。トラッカーズヒッチはここでは仮止めにしておきます。反対側も同様に行います。ポールを上に乗せて荷物と一緒にロープで縛ります。
こちら側もトラッカースヒッチで結びます。テンションを強くかけて端末を引き時計の2ハーフヒッチで固定します。2ハーフヒッチはまず対象物にロープをかけて本線に一周巻きつけます。そしてすぐ隣にもう一周巻きつけるのですが、このように引き時計にしておくと後で簡単にほどくことができます。余ったロープの末端をチェーンノットで処理します。チェーンノットは引き時計にしたループの中に本線を折り返して通し、それを繰り返します。末端は折り返さずに引き込んで固定します。反対側のトラッカーズヒッチを本締めして先ほどと同様の処理を行います。パッキングの完成です。それではバイクに積んでロープで固定します。まずロープの先端にモヤイ結びを作ります。モヤイ結びはまず本線を手前に1回ひねります。ロープの先端をできた輪に下から通し本線の下をくぐらせます。最後に輪の上から先端を通し両端を引っ張ります。完成です。モヤイ結びのループをキャリアのフックにかけます。フックがない場合の荷物の固定方法は過去の動画で解説しているのでそちらをご覧ください。次に反対側に回り南京結びを作ります。結び方は後ほど解説します。ロープにテンションをかけてフックに固定します。うまく取らなかったので後ほど詳しく解説します。次に本線を隣のフックに巻き結びで固定します。同じように南京結びを作り先ほど行った一連の作業を繰り返します。南京結びはまずロープを折り返しそれに本線を巻きつけます。できたループをひねりそこから本線を取り出します。それをフックにかけて本線を引っ張ります。一度手前に引っ張ってから下に引っ張ると強く締め付けることができます。南京結びの後のフックの固定はこのようにします。フックにかけた後ロープを反対側に持ってきて1回ひねります。もう一回
フックにかけてロープを元の位置に戻します。次に隣のフックに巻き結びで固定します。巻き結びはまず輪っかを作ります。もう一つ同じ輪っかを作って手前の輪っかを後ろに持っていきます。対象物にかけて左右に引っ張ります。完成です。この一連の動作を繰り返します。余ったロープは南京結びのループに絡めてチェーンノットで処理します。そして端末を他のループに結んでおきます。これで色彩は完了です。それではロープをほどいていきます。それでですね、このままだとちょっと遠くまで持ってくのは持ちづらいのでストラップをですね作りたいと思います。このようにロープを半分の半分に折ります。そしてこの真ん中をですね、このようにかけてですねチェーンノット、チェーンノットにしとくとですね、肩にかけた時に、なんていうかロープに弾力があるので肩が楽になります。そして最後こちらにそうしてこの輪っかにこのように通します。そしてハーフヒッチ、もう一回ハーフヒッチ、ツーハーフヒッチですね。はい。でこのようにするとここに肩かけてですね持っていくことができます。こういう具合にはい、
背負っていくことができます。それではこれロープをほどきます。それでですね、これのいいところはもうすでにグラウンドシートがですね引けて、その上に荷物がもう置いてあるということですね。なのでこのように適当にですね荷物を崩しながら、でもうすぐに作業に取り掛かることができます。はい、では、そちらの方にですね設営していきたいと思います。動画が長くなってしまうので設営の解説はまたの機会にしようと思います。強風のあまりタープのループが取れてしまうというハプニングがありましたが、ご覧の通り無事に設営できました。機会があればその様子をご覧いただきたいと思います。では今回は以上となります。バックパックを使わずにキャンプギアを積載する方法を解説しました。最初からグラウンドシートに荷物が乗っているので、現着したらすぐにタープテントの設営ができます。準備も撤収もあまり考えずに素早くできるのでとてもおすすめです。この動画が役に立った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。